マフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタなった。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの子、何も怖くなかった。ただあなたの優しさ、あなたはもう捨てたのかしら。24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい書いて聞いてもよ。若